聖徳宮は、韓国ソウル特別市に所在する李氏朝鮮の宮殿。聖宮である慶福宮に対する理宮として、創建された。現在の韓国国内の宮殿のうち、最も創建時の面影を残している宮殿であり、日本の梨本の宮家から嫁ぎ、大韓帝国最後の皇太子李銀の日となった、李政子もこの宮殿で暮らした。正門にあたるトンカモンは、 大韓民国最古の門と言われる。また、トンカ門をくぐった先にある西木川橋は、大韓民国最古の橋とされる。儀式の取り行われた正殿の人正殿、国王が執務をしていた、信正殿の王と王妃の神殿だった、大蔵殿など十三棟の木造建築が、現存している。宮殿の北に広がる李朝時代の王朝庭園である、公園は、被園とも呼ばれ、園内には、 多くのあずまやや人工池などがあり、韓国造園技術の極地と言われる。現在のものは1623年に再建された景観である。1405年に慶福宮の離宮として創建され、慶福宮が消失したため利シ朝鮮大旧大聖州が聖宮として使用している。文録の訳では、日本の軍勢が首都に迫る中、 国王の戦争一行がハンスンから逃亡すると治安が乱れて、豊臣秀吉軍の入場を前に、朝鮮の民衆によって略奪と放火の対象となり、慶福宮や小慶宮、付属する庭園などとともに消失した。なお、朝鮮王朝の生死、朝鮮王朝実録には民衆によって略奪、放火されたと明記されており、李帝、香りの、 四流祭衆やリ久サ福の白砂衆取り木の松風雑説にもその時の様子が記されている。ちなみに日本側記録、大徳寺文書では国王が代理に放火して逃亡したとある。また小西幸長の一番隊に属した松浦重信の家臣、吉野神五左衛門の覚書には入場直前の5月2日の夕暮れに、都の方を望むと放火の煙が立ち上っている。 宮殿同格数々に代理に火をかけて上下万民ことごとく投国さして落ちにけると記録している。いずれにせよ、日韓双方の記録が、秀吉軍の入場を前に消失したとしている。したがって一部に存在する日本の小西、雪長勢によって放火されたとする主張は誤りである。王朝末期の1868年に、慶福宮が再建されると、 聖徳宮は再び離宮として使用された。1907年に順州が大韓帝国の皇帝に即位すると宮殿として使用され、日韓併合後も利用となった、順州の住まいとなった。1917年の火災で内戸の区域が消失すると朝鮮総督府により改築されている。聖徳宮の建造物群は1997年。 ユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。以前は自然保護のためガイド付きツアーの時間のみ見学化であったが現在は自由見学となっている。ありがとうございます。